はい、こんばんは。チューリップリンセスです。夜のお散歩から帰って参りました。すっごく暑くて熱帯夜でした。本当にあ疲れました。そして、えっと、今日の美食所ご飯続き参りたいと思います。こちら、なんぞやって感じなんですけども、こちら私の朝ご飯、マッシュルームとかいろいろ炒めた炒め物。これは一個前の、ちょっと前の動画見てください。でこちらが2食目に食べた えー、山芋ふわふわ焼き、山芋すりおろしまして、そして、えー、絹豆腐と混ぜ合わせまして、えー、そこにキャベツと、あと、あのー、納豆と入れて、あのー、焼きました。なんかあのー、粉物とか一切入れなかったので、本当に、ちょっとひっくり返すのとか大変な感じになっちゃったんですけれども、この山芋焼きを、 えー、ポン酢をつけていただいて半分はそして半分は無添加のお好みソースでいただきましたふわとろ焼きでしたはい、えー、でそしてですねこちらビーツもねちょっと食べ過ぎちゃったかもしれないけど結構大きいんですねこれあの真空パックになったビーツの水煮これ本当は結構普通スライスして水煮になったりしてるのも多いので これ丸々で結構大粒なのでね、もう二つぐらいでよかったかもしれないです。昨日も食べて、今日もビーツの水煮をいただきました。あ、で、これラジオを撮ります、ラジオじゃないかな ?1 分。ラジオかなラジオを撮ったと思うんですけども、ラジオすごい、皆さんちゃんと聞いてくれてました。<laughs> あの、私のラジオのコメント欄も全然ラジオじゃないことで溢れてるので、 本当にみんなちゃんと聞いてくれてるのかなっていうあの疑心暗鬼の気持ちでいっぱいなんですけれどもあの一番あの頑張って力を入れてやってるのがラジオなので本当はあのちゃんと聞いてほしいですね。本当は感想ほしいですけどまあ難しいテーマなのでね、まあ、それぞれ噛み締めて聞いたよっていうだけでも言ってもらったら本当は嬉しいかなと思っていて あの、本当に、みんな私に話しかけたいっていう感じも <laughs> 多いのかもしれないんですけれども、まあ、相談とかにはでも乗りますね。あの、みんないろいろあるからね、元気でいてくださいね。はい。では、それでは、えー、夜です。えっ、ー、と、夜ご飯えー、こちらもう、あの、ラジオで電池を使い果たして、残り1%になってブレブレになっちゃって、これ取った後すぐ電源が切れちゃったんですけれども、 えーっと、えー、っと、タイの塩焼きですね。タイの塩焼き、えー、そして、えー、っと、えー、ご飯、えー、ご飯、そして、えー、っと、無添加の、えー、刻みたくあん、そして、ポン酢に、えー、っと小ネギを散らしまして、湯豆腐です。湯豆腐は白菜、えー、っと、生しいたけ、長ネギ、そして、みのすけ豆腐の、 絹豆腐ですね母の大好きなみのすけ豆腐。今日はね、ちょっと絹にしましたで。すごくね、美味しくいただきました。なんかあっさりしたものが食べたくって、鯛の塩焼きもすごく美味しかったです。こんな感じの美食町ご飯でした。ふーなんかほんと今日ね、いろいろやりすぎて疲れましたね。連日ラジオやってると、すごく結構もう本当に、 あのその時の感じであの喋ってるのですごく頭も使うしあの歌も歌うしでかなりあの疲れるのはやっぱり疲れるなと思ってしかもみんな聞いてくれてるかも分かんないから <laughs> もうやめた方がいいかなって今ちょっと悩んでるんですけれどもあのやってもね聞いてくれる人がいなかったら悲しいなと思って。 まあでも、まあ、YouTube じゃないところでね、あのちゃんと聞いてたよって言ってくれる人もいるんですけどもあのうん、まあでもきっとね、何人かはちゃんと聞いてくれてる人がいるんじゃないかって、少しでも心に。 何か届いてたらいいなと思ってやってます。まあ半分自己満足なので仕方ないかもしれないですけどもね。まあショート動画とかはね、みんなちゃんと、それはちゃんと見てくれてるみたいで、<laughs> それはちゃんとあのコメントとかあってね、まあそれは嬉しいですけれどもね。それでは今日も、えっ、ー、と、みんなね、元気でいたかなそれではまた明日、チューリップ・プリンセスでした。おやすみー。バイバーイ。